で、これまた。これ、カメ止めの人？ゾンビと言えばですね。コンビニの店員の人って、僕、なんかたまに代々木のナチュラルローソンとか、深夜2時とかに行くんですけど、なんかすっごい、なんか、もう、なんか、生きてるみたいな人で、なんか、はい、はい、みたいな。あ、どうぞみたいな、そういう感じの人がいて、なんでこうなっちゃってんのかなって思うと、やっぱ効率を優先して働く場所を作っていってるんですよね、僕らって。で、昔だったら個人商店で、人もなんかそれなりのユニークさを持って、そこで運営しお店開いてたし、お客さん来たらなんかコミュニケーション取ってたと思うんですよ。なんだけど、コンビニで、まあいろいろ等級つけたり工夫してると思うんですけど、リーダーとか言って。あんまり感じられてないですよね。でもなんかスタバさんとかは割と自分たちに任せたりとかして、割と生き生きしてる印象あるんですけど、あ、ちょっと名前出しちゃったけど、そう、コンビニとかね、結構そういう人いますね。有名になったら訴えられるかもしれない。有名じゃないんで、まだ有名にしてください。ほんで でみんなね、だからその知らない時代ってあったでしょ、多分あったと思うんですよ。さっきのこれで言ったら、その、まあ、特にヨーロッパの歴史もそうだし、なんか何に影響を受けてたのかと。だからなんかずっとこう経済物質っていうのを表に出していったんで、なんかこう割と精神世界ってないがしろになってるんですよ、日本って。はっきり言っちゃうと。で、これからちょっとそれの逆が来るんじゃないかって言われてるのは、なぜかっていうと、もう物じゃ人が感動しないからなんですよ。差別化がつかないんで、経験とかストーリーとか世界観で人は動いていくんじゃないかって言われてるから、まあアートだったりとかっていうのは大事になってくるよねっていう話なんですけど、だからそのこういうのがもう全部あるんですよ。もう企画大量生産って、工場でいっぱい同じものをバーって作って、バーって売るとか、まあ終身雇用年功序列とか、まあ東大行かせたい私の息子とか、めっちゃいるんですよ。だから僕もよく言われるんですよ。なんかハリーさん、なんか東大に行かせるにはどうしたらいいですかとかって言われるんだけど、いやー、もうこれからの時代はそういう時代じゃないっすよみたいな。東大っていうのは雇われるための人をや育成する機関だから、そこ行かなくていいですよみたいな言うんですけど、いや、それハリーさんが気づいてないだけですよ、メリットに自分のとか、ね。だったら聞くなっていうね。いや、本当にいつも思ってるんですよ、本当に。だったら聞くなって、もう自分で信じてるから。そうそうそう。だからそれが言いたいの。なんか、自分で信じてんのに、信じてるんですよ、だから。疑ってないから、子供までそれを、押し付けちゃうの。ってことがすっげえ起こってて、まあ、効率便利もそうですよね。別に、僕ら個人商店いっぱい駅前にあったんですよ。で、ああいうのなんか、都市計画とか、再開発が起こるたびに、なんかモールみたいなのに変わっちゃって、味のある街が全然なくなっていっちゃってて、いやもう激つまんねえみたいな。なんか僕なんかほんと、まあ戸塚駅なんですけど、僕生まれが。なんか戸塚の再開発とかあった時に、昔はだからそういう7月の下旬とかになると、そういう個人商店がなんか夏祭りとかやって、なんかワイワイしてて、ああすごいヨーヨーとか、めんことか、お面とか書いてーとかって。なんかこう心沸き立つものがあったのに、まあ、今もなんか今もうなんかバスターミナルでなんかタクシー回ってるだけのエリアになっちゃってて、それってどうなんですかっていうのはちょっとあるんですよね。まあ、僕はあんま政治好きじゃないんですやんないけど、やっぱあるし、なんかみんながそういうの考えていったらちょっと変わるのかなって思ってます。で、あと科学万能主義って、これもう薬ね、薬ばっかり、すぐ薬って毒なんで、薬剤師さんが食べあの自分たちは取らないっていう、なんじゃそりゃっていう話なんで、
や僕はなんかはっきり言ってこの科学万能主義とマーケティングはものすごいアメリカの影響を受けていると思います。いや僕アメリカシカゴ行ったんですよこの間ね。誰か話したかもしれないけど2018年の8月にそのトーストマスターズっていうスピーチ大会の世界大会があったからシカゴに行ったんですよね。でシカゴ行くじゃないですか。おお、なんか賑やかな街だな、綺麗な街だなって思うんですよ。だけどちょっと離れてシカゴ大学の方にバスに乗って南に行くとなんか3駅 4ストップぐらいするとなんか乗ってくる人みんな黒人 でしかもみんななんか足ブラブラとか手なんか怪我してるとかそういう人ばっか乗ってくるんですよ。車椅子とかこれちょっとやばいでしょみたいな。でなんでやばいのかっていうと結局ね食生活だと僕は思ったんですね。だってなんとかめちゃくちゃ甘いドーナツとか毎日朝とか食べてるし、でなんかそれってちょっと考えてみてもらいたいんですよ。じゃあ誰が売ってんのっていう。そうそうそう、まあ売るなとは僕言わないけど人間の欲があるから、僕欲もさっきの宇宙の法則の一つだと思ってるんで、欲しい時に食べるとか楽しむとかって大事だと思うんだけど、一方ででも本当に考えてんのかなって思ったんですよ。この人たちを幸せにしようと思ってる。だからそういう感じのなんか愛のなさみたいなのをちょっと感じたんですね。はっきり言っちゃうと。だってだからなんかまあそういう感じなんですよ。だからアメリカってすっごい特殊な国で何もかも科学で考える国なんですよね。テッドトークとか結構見る人います？見ます？あれ大体出てくるの教授なんですよ。心理学とかもなんかテストしてなんとかそういう話ばっかりなんで不思議な話出てこないんですよまあそういうなんか科学の本当に影響を受けています。で福祉国家もそう、別に自助っていう考え方があるんですね。自助論とか、要は自分で大事にして自分の体をケアして自分で仲間作って回っていくようにしてる。そしたら国からなんかしてもらう必要ないんですよ。高知とか行くとそうですよ。だって野菜とかあげるよとかって、賃金低いけど生活できるっていう状況があるんで、まあ、でよく、ね、僕経済団体いたんで官僚の人の議論とかもよく聞いてたんですけど、政治家とかも含めてこういうのを言うんですよ。山間地はやばい、中山間地、中山間地って聞いたことあります？ない。いや、まあ田舎の山あい、あ、田舎の山あいはもうインフラも壊れていくし、産業もないし人も減るし、その人たちをケアしようと思ったらすっごいお金がかかっちゃうっていう議論をするのね、国の方では。大体これって僕の考えからするともう全く逆なんですよ。いや、あっちの方が楽しんでるし健康だからみたいな感じなの、僕からすると見ると。なんか本当現場見てないし、幸せの定義がもう完全に物質なの。だからそのめちゃくちゃ偏って感じなんですね。だって官僚になる人ってさっきのこういう人なんでトレーニング受けてるから、マトリックスでいうとなんか深きの中でめっちゃ太ってる人みたいな超えてる人みたいな感じなんで、そのコード切らないですよ絶対。コード切るとやばいからそうそうそう。だから僕はマトリックスみたいにコード切ってもそんなに機械に追いかけられたりとか撃たれたりとかっていう感じはないんですよ、僕からすると。なので現実の場合はもっとハッピーなんじゃないかなというのが話です。で朱子学ですね。これ僕侍だったんで、侍ジャパンだったんで、その国、会社のため、会社のためってやって自分を後回しにしちゃったっていうやつです。で、これですよ。物理学っていうのと、物理学って何か、あ、これ、あれですけど、物理学って僕の中からすると、宇宙の法則を
人間の認識で把握できる限り追求したものなんですよね。なんですけど、どうやったってどう考えたって人間が認識できないものを議論することって人間にはできないんですよ。だとしたらもう絶対科学には限界があるっていうのはもう明確で、だからその全てを知れるって思うのって僕は傲慢だと思ってるんですね。まあ、なんか逆になんか信心深くなっちゃったんですね、こういうの考えていたら。でちょうどまあ僕がその何だろう起業したっていうのもあるけど、あごめんなさい、